お母さん、お手伝いは必要ですか学業は後でもできますから。尻尾が気になりますか実はロドスに来てから尻尾の数が他のバルパのお姉さんたちと違うって気づいたのですが、誰に相談すればいいかわからなくて。でも、パパの たちはみんなたくさん尻尾が生えてましたよ。どうしてでしょう私の悩み気にかけてくださってありがとうございます。皆さんよくしてくれるので、わがままは言えません。でも、そうですね。ロドスのベッドはちょっと狭いので、 寝る時になかなか尻尾が収まらなくて、あと、いつも皆さんが、私の観葉植物に水をあげてくださいますが、別にそんなことしなくてもいいんですよ。あーみお姉さんは本当にすごいですね。私にない考えをたくさん持っていますし、皆さんの良いお手本にもなっています。 でもお姉さんは、私と同じでまだ大人じゃありませんから、落ち込むことも、焦ることもあると思います。ドクターさん、お姉さんをもっと気にかけてあげてくださいね。初めて極東から白空様で行った時は、とーっても時間がかかりました。そして、すごくびっくりしました。 地域によってこんなに風景が違うなんて知りませんでした。今は先輩の後ろについているだけで美しい思い出ばかりでもありませんが、そんな今の生活を大切にしたいと思っています。はい。パパが出す炎はすごく綺麗です。火なのに水晶みたいなんです。 ロドスに来てから、あれはパパが人を守るための力だと気づきました。あの時パパに教わったことは、きっと先輩たちのお役に立つはずです。私、頑張ります腕を怪我してから、ママは私をあまり外に出さなくなりました。ママを責めたいわけじゃありませんが、 どうやってあの悪者たちの対応をしているかが心配です。だからこそ私はしっかりとした生活をしてママを安心させてあげたいんです。私への心配がなくなればママはすごく強いですから。オペレーターになってまだ長くないですが私たちはとーっても難しいことに挑戦している 先輩たちは普段話したり笑ったりしてますが、きっと悩み事を心の中に隠してるんだと思います。私がもっと強くなれたら、皆さんの悩みを和らげてあげられますでしょうかドクターさんは、記憶喪失なんですか本当につい最近、 私先生から聞いたんです。はい。今日はもう休んじゃってください。ドクターさんもたまにはゆっくり考え事したいって時はあるでしょ残りの仕事は私に、はいっと、私とアウミお姉さんに任せてください。<laughs> これじゃドクターさんが風邪ひいちゃいます。 急いで毛布を探さないと。ロドスオペレーターのリサ。あ、いえ、スズランです。オペレーターのスズランと申します。これは自分で選んだコードネームなんですよ。今日から正式にオペレーターとして作戦に参加しますので、よろしくお願いします。こ… これが、先輩たちの戦う姿ですか。すごいです。ドクターさん、今日はケルシー先生に褒めてもらいました。あ昇進ただ、褒められただけじゃなく、ええー。 先輩たちと一緒にもっと多くのところに行ってもっと多くの物事を見てもっと多くの人の役に立てますよね。せっかくの作戦に出るチャンスです。力の限り頑張ります。えー、私が先輩たちの指揮を執るんですかわ、わかりました。任せてください。 隊長が弱音を吐くわけにはいきませんから。任務、開始。敵が現れました。うーん、投稿を促すことはできませんかわ、わかりました。ドクターさん、どうぞ。リラックスして、リラックス。 私たちならできます。はい。き、気をつけて。変わりありませんか大丈夫ですか持ちこたえて。待っててください。これが、先輩たちが戦っている本物の戦場ですかドクターさん、私たちは、 できると思います。私も頑張ります。ドクターさん、私うまくやれてましたか。皆さんの足は引っ張ってませんでしたか。 私の頑張りが足りませんでしたここにずっと住んでますし迷子にはなりませんよあドクターさんあっ耳ケーキ食べますか医療部の皆さんへの差し入れのつもりだったんですがドクターさんだって大変ですしだから遠慮しないでどうぞ